かつてこの世界にはアークという勇者がいた。俺は人間を、この世界の未来を信じる。精霊の力よ、我が剣に宿り、古よりの災いを振り払う力を与えよう。魔王よ、全ての怒りを、悲しみを思い知れ。勇者アークと聖女ククル、二人の英雄が命を賭して魔王を封印し、そして世界は崩壊した。後に大崩壊と呼ばれる星全体を揺るがす大災害、大陸の半分が海に沈み、人類はその半数を失った。共に戦ってきた英雄たちは大切な仲間を失い、崩壊した世界に残されることになった。それでも彼らは捨てなかった。二人の英雄から託された再生する世界への希望を。残された仲間たちは崩壊した世界で人々の希望の光となり、再生の灯火を灯していく。お前が残した世界を守るってのは、ほんと骨の折れる仕事だな。ククレさん、私の選んだ道は間違ってはいないですよね。あの時の活気のあった祖国を取り戻すのよ。君たちが残したものを僕は大切にしていく。だからしっかり見ててよね。俺はあいつとの約束を果たしてみせる。しかし光あるところに影もまた生まれる。大きな犠牲の先に掴んだはずの平和はもろくも崩れ去ろうとしていた。再び世界が運命の岐路に立たされた時、一人の少女が時を超え空から舞い降りる。彼女の名はミズハ。世界よ、生まれ変われ。アークザラッド R。